中世時代からの美しい街並みが残る北欧、スウェーデンの首都、ストックホルム。都市は大小、14の島で構成され、運河が縦横に走っている。このことから、北欧のベニス、とも呼ばれ、とても魅力的な場所だ。ベニスとはなんだ？ちゃんとベネチアって、ベネチアって。早速ベネチアにうるさいやつが出てきたな。こちらは、イタリアの、本家ベネチアを拠点にする、ETR600 型、銀助さんでございます。どうもどうも、イタリアと歌劇団の頭脳、銀様でございます。え？え？それから、前回帰国をして、陸路で移動する私とゆくりを、飛行機で追いかけてた、ドイツの ICE 姉妹、T ちゃんと I ちゃんとも、ようやく合流しました。ここからはいつもの4人で珍道中を繰り広げます。それでは本題です。これから我々ゆっくり歌劇団は北欧の過酷な冬に挑みます。目指すのは北の果てです。運が良ければオーロラが見られるかもな。そんなに北なの？それはさぞかし寒いんでしょうねー。そりゃー寒いんでしょうなー。ストックホルムの時点でかなり寒いんだから。私半袖なんですけど。列車に乗っちゃえば、中は暖かいし、愛さん発熱量多いし、多分大丈夫だろ。9月に短パン T シャツ姿で北極圏に連れてかれた人だっているんだぞ。今11月ですよ。空から雪が積もってるのも見ましたよ。愛ちゃん、ダメだって思ったら言ってね。もうダメです。聞いてます？旅の始まりは、スウェーデン最大のターミナル、ストックホルム中央駅。本日乗車するのは、ここ、ストックホルム発の夜行列車、94号です。一昔前は、北の夜、ノルドピレン、と呼ばれていました。この列車の目的地は、北極圏。ヨーロッパの鉄道では最北の駅、ナルビクと、ボスニア湾に面した港町、ルーレオの、二つの目的地に向かいます。列車は、前方に、ナルビク駅、4両を連結。共用シャワーを備えた、2等個室寝台が2両に、クシェットと呼ばれる、簡易寝台と、普通席車両が、1両ずつで構成しています。そして、編成中央に、食堂車が挟まれ、後ろに、同じような車両で編成を組んだ、ルーレオ行き、が連結されています。行き先が異なる2つの夜行列車は、まず、夕方6時過ぎに、1本の列車として、ストックホルムを出発。翌日の早朝、5時40分に着く、ボーデンという街で、2つに切り離します。後ろの列車の終着駅、ルーレオは、そこからわずか、40キロ足らず、ボーデンを、南に引き返す形で出発し、朝の6時半には着いてしまいます。一方のナルビク駅は、まだまだ長い旅路の途中です。南に向かう、ルーレオ駅と対照に、その後も北に向かって、延々と6時間以上走り続けます。お昼過ぎに、ノルウェーとの国境を越え、午後1時近くに、ようやく終着地にたどり着くのです。ストックホルムからの距離は、実に 1400km。走行時間は、19時間にも及びます。ここまでお話ししたら、私たちが、どちらの列車に乗るのか、もうお分かりですね。後ろの、ルーレオ駅に乗車します。ナルビクじゃないんだ。ゆくりがどうしても、ルーレオ駅に乗りたいって。そこに何か、見たいものでもあるの？いや、目的地じゃなくてね。実は、後ろに繋がれている、ルーレオ駅編成にだけ、1両、ちょっといい車両が連結されてるんです。それは、各個室に、専用のシャワーがついている、1等個室寝台です。こいつが、私はデリケートだから、個室の1等寝台じゃないと寝られないんだよ。って言い張り、無理やりこっちに乗ることにしたんです。文句言いながらも、ちゃんと1等寝台の切符取ってくれる銀ちゃん、優しい。どこがデリケートなんでしょうね、なんか言ったか。いや。1等寝台の料金は、1人2万3000から6000円。決して安い値段ではないが、お手洗い、シャワーが共用で、ベッドが3段の、2等個室寝台とは、1500円程度しか変わらない。その差額で、広いベッドとプライベートな空間が手に入り、約12時間過ごせることを考えれば、お得ではないだろうか。ちなみに、一等寝台の利用者は、出発前に、ストックホルム中央駅にある、専用ラウンジが使えます。インテリアが、家具屋さんのショールームみたいで、私はビビったぞ。さ
さすが、北欧デザインと家具の国ですねー。それじゃあ、早速、中にお邪魔しましょう。スウェーデンの客車は、どれも、おしゃれとは無縁な、実用一辺倒の外観です。車体の入り口周りとか、荷物室用、でしょうか。側面に取り付けられた、大きな扉なんか、だいぶクラシカルなデザインですよね。どこからどう見ても、金属の箱、って感じです。けれど、車内は対照的に、木や布で覆われていて、温かみがありました。車両自体が古いので、Wi-Fi なんてものはありませんが、各部はよく手入れされています。枕元には電源コンセントが2つ、壁にも、もう1つコンセントがありますので、充電に困ることもありません。撮影機材を充電しながら、バッテリーを気にすることなく、スマホやタブレットで動画を見る、なんて過ごし方ができます。これなら快適な一晩になりそうです。それから、壁には、カード式の鍵が用意されています。各個室の扉は、閉めると自動的に鍵がかかる、オートロックですので、部屋の外に出るときは、これを忘れずに持っていきます。でも今はしばらく、扉を開けたままにします。発車後に改めて、車内改札があるからです。うお、すげえ。よく見ると、部屋がベッドじゃなくて、座席モードだ。今気がついたんですか？ご存知の方も多いと思いますが、個室寝台のベッドは、通常、2段構造になっています。昼間は、上段が、天井に収納されたり、一部を壁に折りたたんで、下のベッドを座席として使います。一昔前は、夕方の早い時間に出発し、翌日も、お昼頃まで走る列車が多かったので、こうした転換機能が活用されていました。ですが、近年の夜行列車は、運転区間が縮小したり、列車自体が高速化して、所要時間が短くなり、使われる機会が少なくなってしまったのです。僕たちが、今まで何度か乗った寝台列車たちも、出発が遅く、早朝に到着してしまうダイヤだったため、乗った時からベッドモードになってるものばかりでした。食堂車すら、ろくにないやつだったもんな。今晩お世話になる寝台個室は、お休みタイムになったら、上段寝台を下ろして、下は、背もたれとテーブルを収納、そして、しまってある枕を出すみたいですね。この作業は、後で、車掌さんが変えてくれるんだよな。楽しみだ。いや、そうじゃないみたいです。壁に、座席からベッドへ転換する、操作の方法が書かれてる。ということは、お客さんが自分で変えるんだ。発車直後でも、自由に転換して寝られるんだな。これはこれでありだ。姉さんが今、壁って言った場所、正確には、扉じゃないですか？ここの中は、あ、シャワーとお手洗いでしたか。水道関係は、一箇所にまとめてあるんですねー。シャワー室の、右上部には、小さな棚があり、紙パックの水が置かれていました。この水は、歯磨きなどに使います。スウェーデンは、水道がよく整備され、蛇口からの水を、そのまま飲めますが、列車の洗面台から出る水は、飲用水としての利用を推奨していません。なので、口にする水は、別に用意されているんです。二人用寝台なのに、四つ置いてあるってことは、一人二つ使えるんだろうか。どうなんでしょうね。部屋を一通り見ている間に、出発時刻になったようです。窓の外の景色が動き始めました。今いる、一等寝台車両は、一番後ろに繋がれているので、後部のデッキに行けば、流れ行く線路が見られます。Ja, då får jag önska samtliga resenärer hjärtligt välkomna ombord på tåg nummer 94 som då kommer ta oss vidare mot Boden, Luleå och Narvik. Med oss idag har vi en restaurangvagn som ni kommer finna i mitten utav tåget och denna håller öppet till 22.45. なんか、後ろに見えてる機関車、追いかけてきてません。実際に動いてるな。この列車は、ストックホルム中央駅から、北におよそ3キロ離れた車庫に誘致され、ホームまで、南向きに走らなくてはならない。そのため、車庫から駅まで回送するときは、わざわざ編成の南側に、別の機関車をつけて走行する。列車がホームに着いたら、回送用の機関車は役目が終わるので、通常なら連結を切り離し、隣の線路を使って、新たな場所に移動していく。
しかしこの夜行列車は、編成が長く、隣の線路に移る分岐を塞いでしまっていた。したがって、発車時間まで、ホームの奥で、閉じ込められていたのである。自分が持ってきた客車に行き場を奪われてた、かわいそうな機関車だったんですね。なので、ホームであらかじめ連結を外しておき、出発と同時に、引っ張ってきた列車を追いかけるように走って、車庫に戻っていくのだ。多くの列車が始発、終点になる、ストックホルム中央駅では、こういった機関車の付け替え作業を、頻繁に目にします。他の国で、まだこんなに多いのは、スイスぐらい？あっちも、回送用の機関車が、出発したばかりの客車を追いかけることがあるけど、スイスの方が車両間の距離が近くて、いろんな意味で怖いよな。それで、これからどうするんですか？外は真っ暗で、皆様にご紹介できる車窓なんてありませんよ。そこなんだよねー。ストックホルムが位置しているのは、北緯59度、札幌はもちろん、モスクワよりも北の場所です。ですから、夏至が近い頃には、10時過ぎまで明るい反面、冬は3時頃に、真っ暗になってしまいます。これって、最初から予測できてましたよね。なんで冬に、北欧で、さらに北へ行く列車に乗っちゃったんですか？わかっちゃいたけど、わかるわけにはいかんのだ。でもご心配なく。ここに、短い昼間に取材した映像があります。というわけで、スウェーデンの国と、鉄道事情、それから、今、窓の外を走ってるであろう列車たちについてお話ししましょう。スウェーデンの国土は、意外にも広く、日本の 1.2 倍もの面積がある。そんな、広い大地を駆け回る、フラッグシップ列車が、SJ2000。以前は、X2000 と呼ばれていた列車だ。スウェーデンの鉄道網は、新幹線のような、高速専用線がなく、すべて在来線。しかも、国土の1割を占めるほど、湖が多いことから、線路は常に、左右に曲がりくねっている。おまけに、広い国内に点在する主要都市は、300から500キロ以上もの距離がある。こうした弱点を克服するため、SJ2000 は、車体傾斜装置、いわゆる、振り子機能を搭載し、速度を極力落とすことなく、在来線での高速運転を実現した。最高速度は、時速200キロ。すべて、専用車両、X2 型電車が担当する。ちょっと待ってちょっと待って。SJ2000 ってのが出てきて、次に、X2。あ、そのことね。ややこしくなってすみません。SJ2000 というのは、列車の名前。わかりやすく言えば、のぞみ、はやぶさ、みたいなものです。それで、X2 っていうのが、車両の形式番号、N700系とか、E5系、といった感じです。似た数字とアルファベットが並ぶから、こんがらがっちゃいますよね。文句は、紛らわしい命名をした、スウェーデン国鉄に行ってね。それに、もう一つ厄介なのが、車両の形態です。X2 型は、電車、と言っても、厳密には、電気機関車が客車を押したり引いたりする構造なんです。このあたりは、機関車と客車で構成された列車でも、先頭から最後尾まで、編成全体が一体化した構造なら、電車、と呼ぶんですよ。X2 型では、機関車と反対側の先頭に、同じ顔をした、制御客車を連結。前後に運転席がありますから。機関車をつなぎ替えることなく、折り返し運転が可能です。また、季節や路線に応じて、1両単位で客車の増減ができ、最短4両から6両まで、編成を柔軟に組み替えられるのも強みです。各車両は、機関車の隣から、1号車、2号車、と番号が振られていて、後端の制御客車は、7号車、が割り当てられています。あれ、それ少しおかしくない？客車は最長で6両しか連結しないのに、車両の番号は7号車まであるの？そこがこの列車の奇妙で面白いところ。SJ2000 は、どの列車も、機関車の後ろから、1、2号車が一等席、3号車が普通席、売店の4号車を挟んで、5から7号車までが普通席、と、各車両の号車番号が固定されている。しかし、愛さんも指摘した通り、X2 型は車両の構造上、客車は最大で、6両までしか連結できない。なので、1から7号車までが、すべて揃うことはなく、一番長い編成でも、必ず2号車、もしくは3号車がない編成を組むのである。これは、路線の需要と客層に応じて、
一等席を増やすのか、普通席車両を多くつないで、運べる人数を増加させるのかを選択できるようにしているためだ。以前は、売店が中寄りの5号車に設置され、編成の長さを2から4号車の間で調整していたので、1号車の次に5号車が来るなど、数字が大きく抜けていたケースもあった。よかった、数字が抜けてたのは、数え間違いとか勘違いじゃなかったんだ。それはそうと、1両単位で、フレキシブルな編成が組めると言っても、機関車1両に、たった4両の客車は、ちょっと不経済じゃないですか？せっかくの強力な機関車なんですから、長い編成を組んで、需要の多い区間を走らせるのがいいと思うんですけど。そこなんだよ。X2 型は、編成を短くすると、余る客車が多くなるし、効率も悪くなる。だから、SJ2000 は普段、5両、または6両で運転し、客車4両の構成は、現在使われていない。けれども、そこまで利用者がいない路線にも、SJ2000 のような列車を走らせたい。もっとコンパクトな列車を。ということで登場したのが、X55 型電車です。こちらは X2 型と違い、4両中、3両にモーターを組み込んだ、動力分散方式。新幹線でおなじみの、電車構造です。維持、整備が面倒な、車体傾斜装置を省いた代わりに、高い加速力を確保し、減速が必要な区間のタイムロスを補うことにしました。というのが、製造メーカーと、スウェーデン国鉄の目論みだった。ところが、実際に運転を始めると、振り子装置の効果が絶大だったことが判明した。同じ区間を走行した時、車体傾斜装置のおかげで、減速を最小限にできる X2 型より、この55型は、平均速度が、20キロも落ちてしまうそうだ。もう一点、新型電車が、X2 型と大きく異なるのが、切り離しができない、4両固定編成だというところ。中間車両にもモーターがある、電車ですし、各車両は、一等席、普通席、売店、運転台と、それぞれに役割があり、どれも欠かすことができません。でもこれによって、短い編成でも、最優等列車、SJ2000 と同等のサービスを提供できているんです。定員は、X2 型の4両編成と、ほぼ変わらない、240人です。X55 型は SJ3000 というブランドで SJ2000 を補完し、主にストックホルムから北へ伸びる路線を担当します。今乗っている夜行列車が走っている場所ですね。そうです。ストックホルムから北の地域は大都市がなく、中小の町が点在してますので、編成が短くて加速がいい車両が活躍するんです。座席は SJ2000、3000ともに、普通席は2列ずつ、横4列配置で変わりありません。ですが、一等席は、X2 型が、2列と1列の、3列配置なのに対して、X55 型は、通路を挟んで2列ずつの、4列なんですよ。しかしこれは、X2 型より、横幅を40センチも広げたおかげであり、詰め込み仕様にしたわけじゃないんです。実際に座ってみると、十分な幅がありました。前幅は、一番広い部分で、3メートル45センチ。なんと、フル規格の新幹線よりも幅がある。ただし、客室の内乗りは、若干狭い。なぜなら、車内は、スウェーデンの玄関機でも快適になるよう、壁が厚く、強力な暖房装置が組み込まれているからだ。幅を大きくした一方で、既存のホームは改修せずに済ますため、車体下部が、大きく絞り込まれているのも、外観の特徴だ。ちょっといいですか？車軸のところに、ダンパーが大きく飛び出してますよね？あれって大丈夫なんですか？ギリギリ規定に引っかからない寸法なんだそうな。スウェーデンの線路は、普段から高速走行用に調整されていない上、重い貨物列車が頻繁に通り、冬場は、土台もろとも雪と氷に覆われて、細かい補線が困難になる。そこを走る高速車両たちは、速度を上げると、どうしても車体が上下左右に揺さぶられてしまう。そのため、どの列車も、車体のぐらつきを抑える、大きな横揺れ防止ダンパーが、台車の横に張り出している。X2 型に至っては、様々な方向の揺れに加えて、車体傾斜装置も搭載している関係で、高速車両に似つかわしくない、無骨な台車を装着している。X2 型のおみ足は、見るたびにゆっくりさんが興奮して、抑えるのが大変なんですよ。
だって、軸箱を支えてるの、シェブロン式だぞ。ゴムと鉄板を交互に挟み、車軸を V 字状に支えるもので、普通は路面電車とか、貨車にしか使われてないんだ。それを高速車両に用いるなんて、スウェーデンさんも、なかなかの変態ですな。なおかつ、前後上下左右の余計な動きは、長短様々なダンパーで抑えてるとか、ユニークな足回りだと思わない？この太くてごっついフレームにも意味があって、内蔵の車体傾斜装置を雪から守る、カバーの役割があるんだって。まあシェブロン式はもともと、変態島国の地下鉄で採用されたのが最初なんで、変態的構造の。あのそれで、なんでそんな構造にしたんですか？ああそうだったな。上下方向の動きをよく吸収できるから、荒れた線路でも安定して走れるんだよ。加えて、X2 型は、車軸を挟むゴムが、絶妙な柔らかさに調整されていて、カーブを通過するとき、車軸が少しだけ向きを変えられるのだとか。これによって、高速走行で発生する、線路の歪みと、騒音を抑えてるんだ。X55 型も、車軸周りの仕組みが変わったものの、操舵機能は健在。車軸一本あたりにかかる重量が、X2 型よりも増えたことも手伝って、雪が降り積もった、北の地方路線でも、安定した走行を実現している。あれ？ここの列車は重くてもいいんだ。地盤がしっかりしてて、重量級車両でも問題なく、重い車体はむしろ、凍てついた線路の氷を踏み破るのに都合がいいんだってさ。採用線みたいですねー。寒さ対策、といえば、もう一つ思い出したぞ。まだあるのかよ。これで最後。X55 型の先頭の連結器には、使わないとき、自動で閉じるカバーが設けられている。この裏側には、ヒーターが取り付けられており、隙間から侵入した粉雪などを完全に溶かして、内部の連結器に付着しないようにしているそうだ。なんだか、せっかく夜行列車に乗ったのに、半分以上他の車両の話してましたね。これでもだいぶカットしたんですよ。スウェーデンの列車は、単なる寒冷地対応だけでなく、いろんな事情を考慮した特殊構造が多くて楽しいんだ。まだまだ話すぞ、ゆっくりさん、もうそろそろお時間なので。あ、そう？それじゃあ、スウェーデンの新星、X55 型を見送って、今回は一区切りにいたしましょう。多分今も何度かすれ違っているはずです。あの、出入り口壊れてない？え？一番前のドア、完全に閉まってないですよ。隙間が見えてるね。カメラを回してなかったタイミングで起きたハプニングだったんだけど、実は、発車間際に乗り遅れそうになった人に気づいた、車内のお客さんが、一度閉じたドアを強引にこじ開けたんだよ。その時に、扉の開閉機構が壊れたっぽいんだ。今の手動操作もダメですね。明らかに留め具が噛んでない動きしたもんね。車掌さんが、いろいろ操作を試すも、ドアは動かねえな。で、結局最後は叩くんですね。とりあえず、ちゃんと閉まって発車できるようになったみたいです。本当か？そういうことにしろ。それでは治ったようなので、ここまでのご視聴、ありがとうござあれ？止まった。扉がきちんと閉まってないのに走り出したから、自動的にブレーキが作動したように見えました。やっぱり、不完全だったんでしょうか。ロックがかかってなかったのかもね。あ、動き出した。本当に大丈夫なんだろうなこれ。皆さんは、一度閉まったドアを、無理やりこじ開けるのはやめましょうね。このように、故障が起きて、遅延が発生する原因になります。せっかく、新型車両で、かっこよく閉めるはずだったのに。それじゃあ今度こそ、ありがとうございましたー。